やめてくださーい。ワクワクしますね。遊びじゃないっつの。行くぞ。急に来た。そう来なくっちゃな。ほら来い。わあ。コウジャクさん。おら。の。つかしつこいっつの。てえな、この野郎。うわ。おい、こっちだ。おりゃ。助かるぜ。どういたしまして。つかよ、こいつらドライジュースじゃねえか。でもだったらなんで俺たちを。マスター、ここじゃない場所、もっと奥の方からたくさんの音がします。集まっています。こっちはおとりか。おい、勝手に。拉致が開かねえ。ここは俺たちがどうにかするから先に行け。わかった、ありがとな。
しょうがねえな。いえ、おい、先行け。え、て、早くしろ、ガスマスク。お前はこっちだ。なんでですか？僕もマスターと一緒に行きたいです。クリア頼む。ミンクの言う通りにしてくれ。ここから先は下手なことされちゃ困るんだよ。わかりました、マスターがそうおっしゃるならば。いえ、やめてください。とっとと行け。悪い。待て。まさかここまで嗅ぎつけてくるとはな。さすが青葉ってとこか。水木、お前なんで。ばあちゃんは。お前を探すように言っといた奴らを待ってたんだけど、代わりにお前がここに来たってことは、あいつら捕まっちまったのかな。お前どうしたんだよ。何があったんだ。ドライジュースがいきなりみんな消えて、俺も紅爵もすげえ心配して。ああ、それか。なあ、聞けよ青葉、すげえんだぜ俺たちドライジュースは。な、あのモルヒネの一員として生まれ変わったんだ。モルヒネ。そうだ、伝説のチームに認められたんだぜ。他のリブなんて目じゃねえよ。モルヒネは神みたいな存在。それ本気で言ってるのか。当たり前だろ、冗談に聞こえるのか。これでドライジュースは絶対的な存在になったんだ。モルヒネ以外どこのチームも俺たちを超えることはできないってことだ。水木、目覚ませよ。お前言ってることおかしいぞ。はあ？
何言ってるんだよ。おかしいのはお前の方だろ、青葉。お前、俺がいくら勧誘しても絶対にチームに入らなかったよな。俺はリブなんざくだらねえって感じだったか。そんなわけねえだろ。だったらなんでチームに入らなかった。俺が真剣にやってるの知ってたんだろう。青葉、今からでも遅くないぜ。しかも今の方がチームとしては格上になってる。俺たちの仲間になれよ、新生ドライジュースの一員に。絶対嫌だ。あ、そう、そうか。まあいい、それならいい考えがあるんだ。アーバー、お前ってばあさんすげえ大切にしてたよな。ミズキ、やめろ。お前がチームに入るならやめてやるよ。ばあちゃんを話せ。わかんねえやつだな。だから言ってるだろ、俺たちの仲間になれよ。嫌だっつってんだろ。あ？ただの脅しだと思ってんのか。どうせ口だけだろうって。いいさ、だったらやってやるよ。おい、ここで俺たちの仲間にならなかったこと、俺に舐めた態度を取ったこと、後悔すんなよ。おい、瑞希、やめろ。リブとかダサいし。やっぱライムの方が断然いいっしょ。みんなやってるしね。そうそう、リブはそろそろ飽きてきたよな。これからはやっぱライムでしょ。リブなんてやめちまおうぜ。
何なんだよこれは。どうなってんだ。瑞希、アオバ、助けてくれよ、アオバ。何があったんだよお前。俺どうすればいいのかわからないんだ。何がだ。ドライジュースのことだ。俺はリブやってるのがすげえ楽しくて、本当にリブが好きで、だからドライジュースのこともすげえ真剣に考えてきたんだ。どうすればチームのみんなが楽しめるか、嫌な思いをしないで済むか、そう考えながらずっとやってきた。家族みたいになれたらいいってそう思って。わかってる。だからドライジュースはリブで一番でかいチームになったんだ。でももうそれじゃダメなんだよ。ライムが流行ってからは全然ダメだ。みんな新しいことに夢中になってリブに飽きて、そうしたら簡単に捨てちまうんだ。所詮はリブもライムもゲームだ。みんなより新しくて面白いものを求める。でも俺は本当にリブが、ドライジュースが、仲間たちが大事だったから離れてほしくなかった。たかがゲームにマジになってる方がバカなんだろうけど、そう簡単には割り切れなかった。うちの連中もどんどんライムへ流れてって、新しく入ってくるやつも減って、俺が作り上げたと思ってた絆がバラバラになっていって、
毎日悩んで悩んで、でもどうすればいいかわからなくて。そしたらモルヒネのメンバーだって名乗る奴が現れたんだ。モルヒネ？ドライジュースはリブで一番有力なチームだから、モルヒネに入らないかって。最初はうさんくせえし何言ってんだと思ってたけど、実際にモルヒネのチームの連中とも会って、それで俺これで大丈夫だと思ったんだ。あのモルヒネの一員になれると知ったら、みんながライムに流れることもなくなるだろうって、ドライジュースに誇りを持つようになるだろうって思って。じゃあ本当にモルヒネに？ああ、でもやっぱり間違ってた。モルヒネは俺が考えてたようなチームじゃなかった。ごっ、水木さん。そんな嘘だろ。ドライジュースはモルヒネの一員になるって、そういう話だったはずだろ。なのになんで。ふざけんな、畜生。水木。おい、水木。水やっと起きたか。え？ばあちゃん！ばあちゃん！なんで？どうやって？え？何混乱してるんだ？お前がここまで来たんだろうが。あ、水木はそこにいるよ。大丈夫か、青葉。マスター。ばあちゃん。なんだい。頭痛い。あとで薬を飲みな。もう帰るよ。うん。
青葉。おはよう、レン。おはよう。具合はどうだ？頭痛い。そうか。薬を飲まなくてはな。なあ、下行こう。アオバ、起きたのか？マスター！ヨレン、邪魔してるぜ。ああ。調子はどうだ？まあまあ、あんまり良くはない。だろうな。瑞希は？瑞希もドライジュースの他の連中も病院に行ってそのまま入院だ。そっか。起きたのか？ばあちゃん。手伝うよ。これでしまいだよ。お前もさっさと座りな。そっか、わかった。ばあちゃん、もう大丈夫なのか？人の心配する前に自分の心配しな。ぶっ。ばあちゃん、聞いてもいい？なんだい？ばあちゃん連れてったのは、本当に瑞希なのか？そうだよ。向こうから声をかけてきたんだ。お前のことで用があるから来てほしいって言ってね。最初から少し様子がおかしいとは思ってたんだけど。そしたらいきなり口塞がれて車に乗せられちまったんだよ。そうだったんだ。でも、なんでばあちゃんを？青葉。
まず礼を言っとかないといけないね。あんたたちのおかげで助かったよ。ありがとう。ばあちゃん、今からとても重大な話をする。本当は話すべきか迷ったんだけどね。今もまだ迷ってるよ。けどこの先のことを考えると話しておいた方が良さそうだ。だからみんな心してよくお聞き。まず水木がどうして私をさらったかだけど。モルヒネに言ったろ。そうだけど、そのモルヒネってのはお前たちが思っているのと少し違う。トウエノ、この島を買い取ってプラチナジェイルを作ったおっさんか。でもモルヒネとトウエって何の関係が。私はね、もともとはトウエが所有する研究所の研究員だったんだよ。ばあちゃんが研究員？トウエの？ああ、その頃は本土にいてね。研究所とトウエのつながりを知るのはずっと後になってからだったけど、トウエはずっと昔から脳の研究をしていてね。私がやってたのは簡単に言えば脳の可塑性に関するものだった。脳機能が失われた場合の再配列の可能性、薬物、それらは脳に損傷を受けた人たちの回復を助けるための新たな希望を模索する素晴らしい研究になるはずだった。だけどね、そうじゃなかったんだよ。トウエの本当の目的は人の心を操るありとあらゆる方法を探ることだった。すべてそのための研究だった。たびたび意図が曖昧なプログラムがあるとは思ってたんだけど、その疑問が積み重なってね。調べてみたらある論文が出てきた。そこには人間の意識を完全にすり替えるための方法論がずらずらと書かれていた。それを見た時、私は生きた心地がしなかった。人を助けるためだと信じてやってきたことが実は人の仇になるものだったなんて。それで私は研究の一切を捨て研究所を辞めたんだよ。その後はトウエと関わることなく故郷のこの島で静かに人生を終えようと決めていた。だけど少し前から連絡が来るようになった。と、至急研究所に戻れという要請だった。けど私は拒否し続けた。トウエに関わるのはもう二度とごめんだったからね。そんな私に業を煮やしたんだろう。奴らは強硬手段に出た。それがあのモルヒネだ。でもだからってどうして水木がドライジュースが巻き込まれたんだ。最近この島でちょくちょく若いのが消える事件が起きているだろう。それから薬物の中毒患者みたいなのがうろうろするようになった。あれは東映の研究の犠牲者じゃないかと私は思っている。どこかいじくられた人間をモルモットとして町に放ち、警戒、もしくは失敗した人間を解放しているんじゃないかとね。失敗した人間？心を操ることに失敗して壊したってことだ。精神が破壊されるからね、廃人になる。じゃあ成功したやつはどうなるんだ？そいつらは回収されてさらなる実験の対象となる。例えばさっき言った意識のすり替え、
自由に操れる人間を作り出すためのね。水木に関しては私と顔見知りだったという点に目をつけられたんだろう。私が油断しやすいと踏んだんだろうね。そんな研究をして東映は何をするつもりなんだ。このままだとこの島はどうなっちゃうんだよ。おそらくこの島の人間の意識を全てすり替えるつもりだろうね。そうすれば心を操る技術をいち早く確立すれば他国にも売ることができるからね。この旧住民区はそういった目的で様々な党への手が入り込んでるのさ。ここ数年はおとなしくしていたようだけど、いよいよ本格的に動き出そうとしてるのかもしれないね。止めねえと。嫌だ、そんなの絶対嫌だ。まだ話さなきゃならないことがある。俺？お前、私を助けに来た時に途中で気を失っただろう。ああ、うん。なんかすごいリアルな夢を見たんだよな。その夢の中で水木とも話したりして。それは夢じゃない。お前が見たのは水木の頭の中だ。え？頭の中？今からとんでもないことを言うよ。そう簡単には信じられないかもしれないが、お前は人の頭の中に自分の意識を介入させることができるんだ。私たちはその能力をスクラップと呼んでいる。スクラップ？お前の場合スクラップを引き起こすのは声だ。自分が少し感情的に語りかけると人がなぜか言うことを聞いてくれる。お前そういう経験が多いんじゃないか。確かにそういうことはあるけど。お前の声には人を引き込む力がある。少し意識して使えばその声が相手の頭に働きかけて思い通りに動かすことができる。そしてお前が相手をより深く知りたいと、もしくは深く受け入れろと願えば、お前ただし頭の中に入り込むということは人間の肉体という鎧を介さず無防備な相手の意識と向き合うことになる。その時のお前の行動発言次第では相手の意識を壊すことも可能になるということだ。なるほどな。スクラップは声そのものに強制力が働くからね。
じゃあ、あの変な夢みたいな世界は水木の頭の中だったってことか。お前以外その世界を見ることはできないから何とも言えないけどね。俺その時に水木と話したんだ。水木はいつもの様子に戻ってて、いろいろ水木が今までどれだけ苦しんでたか、ドライジュースやリブのことで悩んでたかを話してくれて。あいつそこまで思い詰めてたのか。お前が話したのは水木の意識そのものだろう。嘘偽りの一切ない、無防備な本音だけになった水木だよ。俺なぜかその時急に昔のことを思い出して、ライムやってたってことなんでかわからないけどすっかり忘れてて。でもその本音の水木と話してる時ってライムともまたなんか違う空間にいたみたいな感じで。よく水木あの時何か言おうとしてたんだ。モルヒネは俺たちが思ってるようなもんじゃないって。でもその先を言おうとしたら苦しみだして。これは結果論だから、決してお前を責めるわけじゃない。ただ、その時にもしお前が的確な言葉を投げかけていたら、水木の意識は元に戻ったかもしれないね。え？それって？ひどい言い方をするようだけど、お前のやったことは、中途半端に水木の本心を引きずり出して放置したんだよ。そのままの意識は、例えるなら皮を剥がれてむき出しになった肉みたいなもんだからね。とても脆い。だから水木は今も意識が戻らない。そう。ああ、そう聞いてる。水木には東へから罠と呼ぶべき刷り込みが行われているはずだ。例えば核心に迫る話をしようとすると頭が割れるように痛むとかね。引っ張り出されて放置されたところで東への罠が働いた。そのせいで水木の意識は壊れてしまったんだろう。またこっちに戻ってこられるかは本人の気力次第だ。そんな。青葉、お前の力は使い方によっては人を壊してしまう。だからこそ自覚しなければならないんだ。いつかは話さなければと思っていたんだけど、これまでは私がいた。私というカゴがあることでお前を守ることができた。けどそれじゃあダメだ。私に守られたままじゃその力はいつか暴走して不幸を呼び寄せる。そうでなくてもいずれ東へはお前を見つけ出すだろう。東へが研究し続けているものがお前には最初から備わっているんだからね。奴にしてみればお前の力は喉から手が出るほど欲しいはずだ。今回の強行手段もそうだけど、東へは今後何をしてくるかわからない。だから青葉、お前はこれから自分と向き合わなきゃならないんだ。
もうすぐプラチナジェイルで特別なイベントが開かれる。内容は当日まで明かされないようだけど、イベントの中継は旧住民区でも流される。どうして旧住民区でも中継するのですか？普段はプラチナジェイルからの情報は遮断されているのでは？全体公開にしとけば旧住民区まで大っぴらに実験が試せるからだろう。その通り。表向きにはそんな研究をしているなんて発表はしていないけど、イベントという名目があれば大々的に研究の成果を試すことができる。成果を試すってどうやって？歌、演説、光、映像。人を操る仕掛けなんてものはやろうと思えばどんなものにでも仕込める。とっとと乗り込んだ方がいいんじゃねえか、プラチナジェイルへ。それこそ明日にでもな。でもどうやって？ゲートまでなら行く方法はあるよ。そうなのか？ああ、ただ私は動けないからね。代わりに案内を頼んでおこうか、ハガさんに。ハガさんに？ここに長く住んでいる人間なら大体知ってるさ。大して難しいことじゃない。詳しくは明日聞くといい。さて、だいぶ長々と話しちまったね。お前たちにとっちゃ急に何言ってんだって話だろうけど、少しでも研究に関わってしまったものとして、お前たちに真実を伝えたかった。巻き込んでしまって本当にすまないね。ばあちゃん。タエさん、そんな。おばあ様。さあ、今日はもう疲れただろう。たっぷりというわけにはいかないだろうけど、体を休めた方がいい。ばあちゃん。なんだい。もうちょっとだけ話してもいい？あのさ、俺今までずっとばあちゃんに心配ばかりかけて何にも分かってなくて、さっきの話聞いてたらそれが申し訳なくて。バカ言うんじゃない、青葉。お前が無事にここまで大きくなったこと、感謝しない日はなかったよ。お前のことは私の責任でもある。私はお前のばあちゃんだからね。ばあちゃん。お前、ライムに参加していた過去を
思い出したって言ってたね。うん。お前は昔ね、ライムで事故を起こして入院したことがあるんだ。え？ライムで事故？ああ、今だから話すけどね、私が駆けつけた時、お前は何も覚えてなかった。医者と警察からは喧嘩に巻き込まれたと説明を受けた。打ちどころが悪くて一時的な記憶障害が起きているだけだと。けど、私が見舞いに行った日のことだ。アオバ。驚いたな。アオバ。あの時、お前のそばには看護師が倒れていて、お前はそれから丸2日眠り続けた。気絶していた看護師は何も覚えてなくてね。検査のためにお前の部屋へ行ってから目覚めるまでの記憶がすっぽり抜け落ちていたらしい。お前が頭痛を訴えてくるようになったのはその後だ。それは覚えてる。そこからの記憶はなんとなくあやふやだけど。あの看護師はお前に軽いスクラップを受けていた。お前が看護師の意識に入り込み、記憶の一部を破壊したんだよ。頭痛、スクラップ、人格変化。これらが危険な引き金になっていると感じた私は、お前に薬を処方することにした。お前の意識の安定と強化を図り、その力が暴走しないようにね。結果、頭痛は収まっただろう。うん。薬の効きが悪くなってきているのは、お前の力を無理やり抑え込んできた反動なのかもしれないね。スクラップの根本は破壊だ。壊し、殺す力。だけど力というものは使い方次第ではいかようにも変化する。だからこそ私はお前に自分自身としっかり向き合ってほしいんだ。そして何があっても立ち止まるな。自分が決めた道を信じて前へ突き進むんだよ。ばあちゃん。ん？俺、絶対戻ってくるから。ああ。これ持っていきな。新しく処方した頭痛薬だよ。ありがとう。しっかりね。
そ。よう、紅爵、何やってんだこんなとこで。ちょっとな。本当は散歩でもしようかと思ってたんだが、ここまで来て迷ってよ。座ってたら時間が経っちまってた。考え事か。まあそんなとこだな。お前こそどうした、眠れねえのか。そうだな。つかお前ほんと無茶しすぎなんだよ。ラフラビットが出てきたり、変なガスマスクに懐かれてたり、しまいにはスクラッチまで出てくるしで。ごめん。いや悪い、そうじゃねえんだ。攻めようと思って言ったんじゃなく、そのなんだ、さっきのタエさんの話もあっただろ。だから心配っつうかな。そうだよな、お前にはほんとたくさん心配かけて。待て、違う、そういうんじゃなくて、なんつうんだ、お前抱え込むとこあるだろ昔から。だから些細なことでも話せば少しは楽になるんじゃねえのかなってお前見てて思うんだよ。でもお前がそうなのは昔からだもんな。別にそれが悪いって言ってるわけじゃねえし、悪かねえんだけどよ、お前そういうのは言わないと気づかねえだろ。だから俺も言い続けるっつうか。うん、水木のこともよ、あんま気にしすぎんな。つってもそんな簡単なことじゃねえだろうけど、そうするのが無責任に感じるなら俺のせいにしていいから。ありがとな。お前の力、スクラップだっけか。あれもよ、お前がそうだから怖いとかヤバいとかそういうの俺は思わねえから。お前がライムやってたってのはちょっと意外だったけどな。俺も本当に忘れてたんだ、隠してたわけじゃない。わかってる、長年お前見てりゃ嘘ついてるかどうかくらいわかる。でもお前責めたって何の意味もねえし、お前が一番苦しいんだろうし、今俺たちは俺たちができることをする、ただそれだけだ。ありがとう。これからプラチナジェイルに乗り込むんだぜ。何が起きてもおかしくねえし、どうなるかもわからねえ。お前も少しでもいいから寝て、体休めとけ、な。そうだな、そうする。でもお前も同じだぞ、ちゃんと休めよ。お、俺もそうするから心配すんな。それじゃ、おやすみ。おやすみ。
はい。青葉さん、寝てましたか？は？ウイルス？はい。ああ、どうした？大変ですよ。落ち着いてよく聞いてください。警察があなたの家へ向かっています。え？なんでだよ。わかりません。ただかなりの人数がそちらへ向かったようです。マジか。とにかく逃げるか隠れるかしてください。うちも警察が動いたせいでちょっとざわついてるので、また何かあったら連絡します。青葉さん、どうかお気をつけて。うん。まぶしい。とっとと出てこい。ここにいることは分かってるんだぞ、このテロリストどもめ。は？お前らの罪状はこうだ。不法侵入、器物破損、その他もろ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 、ありとあらゆるものをひっくるめた全てだ。出てこい、世良垣青葉とその一味どもが。オーバー。マスター、ばあちゃん、なんか外に警察がワンサがいるんだけど、つか名指しで呼ばれてるんだけど。面倒なことになったね。ちょっとアオバちゃん、何がどうなってるのよ。タエさんに頼まれた件の準備が終わったので来たんですけど、なんだか大変なことになってるようですね。あいつらどういうつもりか知らないけど、私たちは青葉ちゃんの味方だからね。そうですとも。ありがとうございます。でも俺にも何がなんだかさっぱりで。トエだろうね。トエ、お前が昨日スクラップを使ったのをモルヒネとやらが報告したんだろう。早速お前に興味を示したってとこか。早く出てこい。来なければこっちから行くぞ。いいな、よし、突入の準備だ。お前たち早く勝手口から逃げな。あいつやるっつったらマジでやるぞ。ここは私たちで何とかします。だから青葉くんたちは早く勝手口から外へ。そうよ、悪いことばっかしてろくに働かない警察なんてぶっ飛ばしてやるんだから。羽賀さん、ヨシエさん、ばあちゃんも突撃。青葉行くぞ。そっちは警官がいます。足音が聞こえます。いたぞ、こっちだ。固まるな、散らばれ。
アオバ。とにかく走るぞ。いやあ、ゲームアプリの配信だ。また?つうか、こんな時に?ん?俺のところにも何か来たぞ。アオバと同じじゃねえか?ゲームアプリの配信だぜ。マジか!どうやら自動再生するタイプのようだ。え?なんだこりゃ、よくわかんねえゲームだな。プレイできねえし。コージャクは今回が初めてか。ああ、見たことねえな、こんなもの。言っただろ、デモムービーだけが配信されてくるゲームがあるって。こいつのことか。けど、この最後の招待状ってのはこれでプラチナジェイロに入れるってことか?ん?招待状?そんなの俺のとこには来てねえが。ほらこれ。確かに招待状みたいだな。俺のところにだけ来たのか。ばあちゃんがさらわれるの、やっぱりこのゲームが予言してたんじゃないかって思えてきた。まさか。でもゲームの内容とほぼ同じようなことがその後実際に起きた。じゃあ今回のはどういう意味があるっていうんだ。洞窟、宝箱、鍵、大きなと。まあゲームはともかく、その招待状は嘘じゃねえかもな。マジでプラチナジェイルへご招待ってことか。ハガさんと合流する。行こう。おうよ。
っ。なんだ。ようこそ日本最大級最高級の愛と夢と癒しの娯楽施設プラチナジェイルへ。ここは選ばれた人しか入れない地上の楽園だよ。どうぞ心ゆくまで楽しんでいってね。地上の楽園？怪しさ全開だな。さーて、君たちの行き先はどこになるのかな。ウキウキルーレットスタート。なるほどなるほど、君たちの行き先はフレームイローだよ。さ、こちらへどうぞ。ここは情熱的で愉快痛快なみんなが集まるエリアだよ。きっとその楽しさに君の胸は高鳴りまくりなはず。そんな期待を抱いて行ってらっしゃい。はあ、何なんだよあのパンダ、わけわかんねえな。けどまあ、こっから先はしっかり用心しねえとな。ああ。ドアの横にある認証モニターに入園チケットもしくは招待状をかざしてね。招待状ってこれか？プラチナ ID を認証しました。青葉様とお連れ様、ようこそプラチナジェイルへ。それでは入場手続きを開始いたします。お連れ様のゲスト ID を発行いたします。お連れ様のコイルをモニターにかざしてください。認証されましたのでゲスト ID を送信いたしました。すべてゲスト ID 単体での使用は制限される場合がございますのでご注意ください。詳しくはインビテーションカードのサービスの項目をご覧ください。それでは楽しい時間を。あれがオーバルタワー。フレイムウィローね。なんか妙な雰囲気だな。とりあえず右も左もわかんねえしよ。そうだな。あの招待状にはこのエリアのこととか書いてなかったのか。ちょっと見てみる。プラチナジェイルのマップか。このマークされてるとこは？滞在する施設の場所だろう。早速行ってみるとしますか。ああ、ねえ、この施設までのナビを。あら、
あなた素敵な服を着てらっしゃるのね。ああ、どうも。可愛らしい小鳥まで連れてる。こいつはベニって名前だ。お、あなたたち、こちらにはまだいらしたばかりなの？つより、今来たばっかりで。そうよね。キョロキョロしていたからそうじゃないかと思ったわ。まあ、何かしら？あはは、悪い。ちょっと見とれちまって。まあ、私に興味があるの？そりゃまあ、男ならみんな女には興味あるだろうな。面白い人ね。私たちこれからパーティーなの。と言っても堅苦しいものじゃないのよ。もしよかったらあなたも一緒にいかがかしら。ここは楽園。私たちは導かれた人間よ。いわば家族も同然なの。だから身構えることは何もないわ。そうだな。そういうことなら連れてってもらおうか。え？おい、コウジャク。こういう時こそ情報ってのは拾えるもんだ。任せとけ。そういうことじゃなくて。心配すんなって。コイルで連絡は取れるみてえだし。よっと。その子はいいのかしら。ああ、俺一人だ。独り占めしたいんでな。じゃあな。コウジャク。なんだよあいつ。なんかちょっといくらなんでも。ひどくね？なあ、レン。女好きなのは知ってたけどさ、まさかここまでとか思わねえし、普通。公爵らしいといえば公爵らしいが、今の状況にはふさわしくない行動だ。あいつだって、分かってるはずなんだけどな。情報収集とは言ってたけど。彼がそこまで浅はかだとは考えにくいが。俺もそう思うんだけどさ。まあ、起きしまったことはしょうがねえよな。ああ。
ちょっと疲れてきたな。ずっと動きっぱなしだからだろう。うん。例の施設に行ってみるか。レン、ナビ頼む。了解。すげえな。本当どうなってんだあいつ。あんまりフラフラしてっと長年の信用もなくなっちゃいますよってんだ。バーカ。あいつ、本当に何やって。寝てたか。悪い。起こしちまったな。遅くなっちまった。悪い。青葉？あ、本当遅かったな。何やってたんだよ、お前。ちょっとな。おい、ちょっと待てよ。情報は？そのために行ったんだろうが。ああ、さすがに初っ端は大したこと聞けなくてな。収穫なしだ。すまん。高尺、ちょっといいか。おう。別に、お前がどこで何しようと、俺は構わねえし。女と遊びたきゃ遊べばいいと思う。
けど仮にもこれからヤバいことになりそうだって時に、なんつうかわかるだろう、うまく言えねえけど空気とかそういうの。そうだな、つい悪い癖が出ちまった。変な心配かけてごめんな。まあ別にいいんだけどさ。そういやお前飯は食ったのか。おう、食ってきた。そうか。つかよ、この建物。いろんな意味ですげえな。外観と全然違うし。ああ、俺も最初見た時は驚いた。2階は行ったか？寝室がある。そうか。それじゃあ早速休ませてもらうかな。お前もソファーじゃなくちゃんと部屋入って休めよって俺が言えたことじゃないが、じゃあおやすみ。レン、コウジャク、どこ行ったんだと思う？不明だ。今からすげえ嫌なこと言うけどいいか。なんだ？コウジャクの後をつける。いいとも悪いとも言えない判断だが。だって明らかにおかしいだろう。プラチナジェイルに知り合いがいるわけでもねえだろうし、人に黙ってこそこそ出ていくとか。確かにそうだが、ただの朝飯の買い物とかだったらそれはそれでよし。行くぞ。アオバ、向こうだ。アーバ、思考が乱れている。分かってる。
硬弱。説得力ゼロだろう。会員証はお持ちですか？いや。こちらは会員制となっております。一般のお客様は入場できません。あ、でも、知り合いが中にいるんですけど。お引き取り願います。いや、でも。お引き取り願います。待たせたね。仕事が長引いちゃって。実は俺もまだ中に入ってなかったんだよ。連絡すればよかったな。え？彼、俺の連れだから。あの。かしこまりました。中へどうぞ。突然ごめんね、驚かせて。君が困ってると思ったから、つい声をかけちゃったんだけど、中へ入りたかったんでしょ？それは、そうです。ならよかった。いいことしたね。こちらこそすみません。ありがとうございました。でも、なんでですか？何が？俺を入れてくれたことです。お会いしたこととかないですよね。うん。全くの赤の他人だね。だったらなんで？と聞かれてもね。ただの気まぐれだしな。入れない人がいる目の前で、俺だけさっさと入っちゃうってのも、感じの悪い話ないか。そうですかね。まあ、とにかく気まぐれってこと。あんまり深く考えるなって。ここは楽園だ。せっかく破格あったから楽しんでいきなよ。ああ、そうだ。これがあればいつでもここに入れるから、持っときな。でも。いいからいいから。もらえるもんはもらっときなって。ああ。それじゃ、俺は他行くから。またね。何だったんだ、一体。ただの親切な人じゃないのか。超うさんくさかったぞ。
それにこのカード、どうしようこれ。とりあえず持っていればいい。それとも今から追いかけていって返すか。まあそれも無粋だよな。アーバ、大丈夫か？ちょっとやばいかも。少し休んだ方がいい。ちょっと大丈夫？こんなとこで倒れたら邪魔なんすけど。決めすぎたんじゃない？で、くっそ。無理をするな。末梢神経に一時的な障害が起きている。んなこと言ったって。おい、邪魔だって言ってんだろ。早くどかねえと向いちまうぞ。いいんじゃないの、やっちゃいなよ。どうせ動けないんでしょ。お兄さん、生きてんの？青葉。青葉じゃねえか、レンモン。おい、コウジャ君、早く助けてやれ。大丈夫か？おい、しっかりしろ。こう、うっ、ちょっと吐きやがった。ごめん、コウジャ君。バカ、しゃべるな。いいからじっとしてろ。
汚れる。何やってんだよお前。うるせえ。具合悪いんだろうが。黙ってろ。立てるか。